現在の、はい、速攻がですね、はい、142キロ。じゃあ奈良市運転まであと、まだ約1000キロぐらいまで乗っていただけたらな、1000キロぐらいまでですね、はい、もう少し前回にする分にはまだ遠いですね。もうちょっと頑張って、はい、しましたので、ドライバースキーの初回点検に入ります。エンジンミッションオイル、プライマリーオイル、オイル変化、3種のオイルの交換と、残りのカスタムパーツの取り付けを始めたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらがトランスミッション、オイル1回目のオイル交換の抜いたオイルです。約、1クォート程度ですね。こちら側は、プライマリーオイルとなります。まあ、エンジンに比べるといくらかは汚れ具合はまあそんなにというほどではですが、まあ、初回の交換なので可動部のですね、鉄粉等も出ますので、交換させていただきたいと思います。ミッションよりは、多く量が入ります。続いてエンジン、オイルとなります。まあ、未納期になってからは、ちょっと量が増えて、たっぷり入るようになりました。慣らしの段階の稼働により、エンジン内部の、鉄粉や稼働のですね、擦れた、汚れとかが出てきますので、交換させていただきます。
芹沢店長、お疲れ様です。お世話になります。こちらはここはですね、はい、お客様の、はい、車検や点検の、はいはい、預かり、スペースになっております、はいはい、なので職場での間こちらに換算していただいて、はい、納車ビルをご案内させていただくことです、はい。チューニングがある程度、はい、出来上がったというふうに伺っておりますので、はいはい、ちょっとご紹介の方をお願いできますでしょうか。はい、こちらですね。うわ、結構良くなってませんか。そうですね、この辺今回、入荷待ちでした、はい、クラッシュバーの、はい、エンドキャップですね、はいはい、各部分に取り付けさせていただいたのと、はいはい、カーボンパーツのですね、はい、メーターコンソール、これめちゃくちゃかっこいいですね。同じメーカーでデザイン揃えてサイドカバー、はいはい、わお、はいはい、お取り付けさせていただきました、はい、ここのクラッシュバーもこれあれですよね。そうですね、このウィールのように、はい、で、反対側に回っていただいて、はい、シフトとブレーキの、はい、アームと、はい、エアクリーナー、これ何ですかこれかっこいいですよね。こんなの頼みました、何ですかこれ、かっこよくないですかこれ。で中がもう、はい、丸見えになっておりまして、はい、スロットルが開くと中が動くような形になっておりますね、はいはい。そしてこのマフラー、はい、これもまたキラッとしてて、そうですね、うわこれやばいですねかなりあれですね、はい、いけてる感じになりましたね、はい、かなりパワーは、はい、出ておりますので、はい、こちらのちょっと、下で、エンジンをかけさせていただいて、はい、チューニングのを取りましたので、はい、アイドリングから、フィーリングが変わっておりますので、はい、ご確認いただければと思います、はい。どうですか実際乗るとこう、はい、チューニングしていただくとどういうところが変わってくる感じですか。はい、スロットルの開閉に合わせて、はいはい、燃料の噴射量、はい、それ と、パワーのロスをですね、はい、減らすような形、はい、でチューニング、の補正をしていますので、はいはい、出だしのですねパワー感だったりとか、はい、回転のこう、はい、落ち込みなんかが解消されてですね、スムーズな、加速感と、はい、ダイレクトなパワー感を感じていると思います、はい、一瞬で事故ったりしませんか。そうチューニングしててもうカリッカリになっちゃってて、非常に乗りやすくなってると思います。ウィリーとかしないですか。大丈夫ですか。それはマサトさんが、はい、限定のハーレーを買われたんですか。あれはやっぱタイアップですかね。あとですね、あとですね、鳴らししてないのにチューニングしてたんですよ。そうですか。もうこれに対して僕はどうなのかなという芹沢店長のちょっとお気持ちを聞きたいかなと思いって、僕は1500キロ鳴らしてからチューニングしたんですけど、限定車をそのままマフラー変えてそのままチューニングされてたんで、実際はですね、オートバイの、はいはい、鳴らし期間はしっかりやられた方がいいと思います、ね、ですよね、ですよね。あと、使用後、使用前、使用後で、はい、どのくらい変わったかっていう感じるのも感じられるので、はい、鳴らしは、かなりチューニングで前回まで回しますので、はいはい、まあ、鳴らしはしていただいた方が本来はいいんじゃないかなと思いますけどね、はいはい、ですよね。マサトさんちょっと間違えてるっていう感じですよね。ちょっとこれ芹沢店長にぜひ聞いてみたいなと思いまして。ありがとうございます、はい、やっぱ川越店より松戸店ですねこれね。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。で後ほどすいません。メカニック工場ですね。めちゃく
ちゃかっこいいですね。なんかターンテーブルに乗ってファッションショーみたいになってますよ。はい、来ました芹沢店長。めちゃくちゃやっぱかっこいいですね。そうですね、はい、全体のまとまり感も、はい、カーボンパーツが非常にグレーのボディと、はい、まあ、あのデザインシートとマッチしてて、はい、この辺りが非常にこうカスタムルックが上がっているんじゃないかなと思います、はいはい、いやかなりかっこいいですね、ええ、はい、大人の不良です、それは。はい。まあ、だいぶ抜けの、はい、大きいマフラーを装着されておりますが、はい、今回のチューニングでですね、はい、低速域での息継ぎもないように、はい、スムーズな加速の放物線を描くように、はい、セッティングしておりますので、はい、まあ、出だしから、スピードが乗るまで の、 はい、ストレスがなくスムーズに加速していきますので、はい、ご満足いただけると思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。引き続き少しずつ改造して改造というかもう私カスタムの沼にはまっております。こうどん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 やっぱり良くなっていって、そうです、ね、いろんなパーツもあるので、ぜひ今後とも、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、それでは、こちらのチャンネル、よろしければチャンネル登録、そしていいねお願いします。そして、ハーレを買うならハーレメガン松戸店、こちらによろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。